寝よったってそうはいかないよという状態でございます。今日のこのおめでたい35周年にこうやって足を運んでくださいました、いざ鎌倉と駆けつけよう、気球存亡の時にも使いますが、おめでたい時にもいざ鎌倉と言ってやろうじゃないかという言葉として生き残りました。蜂の木というのが現代でございまして、能にも狂言にもなっておりますが、講談も我が神田派はここから勉強いたしました。ちょっとこれが入門編なので皆さんにも付き合っていただきたいと思います。この黒丸のところが張り上げて突っ込むところ、音を張り上げて強く言います。どのくらい張り上げるかというと、ミからラの高さまで張り上げると言われております。2行目までドレミで語るとこんな感じです。ミラミミミミミララミミミミミミミラ、こんな感じでございます。音楽の授業になってます。でラと上げたところに、宮古晴美さんのあんこのんというですね、ああいうツッコミというのが同時に入ってまいりますので、2行目までドレミで語るとこんな感じです。ミラミミミミミミララミミ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 ミラ、笑ってる場合じゃないんですよ。皆さんがおやりになるんです。では読みます。こんな感じです。さても現在もんその日のいでたちかにと見てあれば、こうなっております。で針扇一つは、この右手と左手をポンと叩いていただいても、膝をポンと叩いていただいても、前の方の頭をポンと叩いていただいても、どこでも結構でございます。音も出るところをね、叩いてください。ぜひご自分の中で。まず2行目まで一緒に行ってみたいと思います。音の高さバラバラでいいんですよ。男性女性高さ違いますので、ミラミミミラミミ、自分でそう思ってやってください。では見てあれば、トンのとこまで行きますよ。せーの。さても現在もんその日のいでたちかにと見てあれば、いいですね、優秀でございます。やったことがある人がかなりいらっしゃる。はい、次行きます。教えません。一緒に行ってみたいと思います。ドレミで私が先に語ります。こんな感じです。ラミミミミララミミミミミラララミミミミミミミラ、こうなっております。今度は2つですね。いいですか、2つ叩きますよ。はい、あとひらがな振っときましたので読めない人はいないと思います。一緒に行きたいと思います。せーの。金小金ひおどしのだて鎧に同じ毛糸五枚石ころの兜は、いいですね。もごもご言ってる方もおりますけれども結構でございます。次も教えません。素晴らしい。一緒に行ってみたいと思います。これぞんとこですね。なんとかついてきてください。せーの。これぞ俵刀だ秀里が瀬田の唐橋にて、教えない方が上手でございます。最後の、あ、もう一ついきましょうね。龍神、これはね、頭高と申しまして、最初からラミミとこになるね。龍神よりとなっております。この一行も参りましょう。せーの。龍神より申し受けしと言われある、よくできております。申し受が高いですよ。押し受けしと、毛から下がってまいります。申し受けしと言われあると、こうなっております。最後の難関、てん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 って書いてあるところが、歌い上司、洋曲お歌いのように言葉を歌うように申します。高い声から低い声まで全部使うと言われております。先祖で、このでなんですが、ミラミラ全部忘れてください。この一下りの中の一番低い声がで、次のんできるだけ高い声を出してください。女性の方は説明が簡単です。自分がヒステリーになった時の声ちょっと思い出してください。あー頭にきた、あれですね。それがんというところでございます。でだんだんに降りてまいります。その時にお腹にしっかり力を入れますよ。こんな感じです。先祖でんらいのめいかぶとなり、
リまで来た時に抜ける人がいるんです。ああ終わった、リ抜けない、リきっちり言い切ったら3つ叩きますが、真ん中が短く書いてございます。どういうリズムかというと、トーントントンというリズムでございます。ちょっと3つだけ叩いてみてください。せーの、トーン。アリズム感100点満点でございます。で、一つお願いがございます。毎回申し上げております、この最後のトーントントンというのは意味がございます。どういう意味かというと、拍手しろと、こういう意味でございますので、自分で3つ叩いたその後で盛大な拍手をお願いしたいと思います。最初このくらいのテンポです。さても現在もゆっくりやりますからね、途中で苦しくなったら息を吸ってくださっていいんですよ。救急車来ては大変でございますので、長いところがありますが、金小座ね日落としの伊達鎧のとこは、実は張り扇から張り扇までできるだけ息を吸わないで吐きっぱなしにしてもらいたいとこなんです。はぁいつまでもいつまでも空気を吐き続けるもんですから、私どもは肺が大変丈夫でございます。吐き切らない方が吐かない命となるそうでございます。ここできるだけ吐き切ってもらいたいところ、いきますよ。ではこのくらいのテンポです。さてもう現在も一緒にいきましょう。せーの、さても現在もん、その日のいでたちかにと見てあれば、金小座ね日落としの伊達鎧に、同じ毛糸五枚しころの兜は、これぞ俵刀だ秀里が瀬田の唐橋にて、竜神より申し受けしと言われある先祖伝来の名兜となり、トントントン拍手。いいですね。わかりました？今は稽古です。次本番、ちょっと早いテンポ、私どものプロのテンポに挑戦してください。このくらいです。さても現在もん、その日のいでたち、むしろ軽快だと思います。どこを気をつければいいかというと、黒丸のところ、天の日ば、これだけでも結構でございます。高段に聞こえます。その黒丸のところを意識してやると非常にリズミカルになります。最後の一行、先祖伝来の名株となり、これをやけくその一行と呼んでおります。それまでも一生懸命声を出すんですが、一番最後の一行は、今日一日頑張るぞ、最後まで寝ないで頑張るぞと、まあ、こういう気持ちで先祖伝来の名株となり、大きな声を出していただければと思います。それでは早いテンポ参りますよ。せーの、さても現在もん、その日のいでたちかにと見てあれば、金小座ね日落としの伊達鎧に、同じ毛糸五枚しころの兜は、これぞ俵刀だ秀里が瀬田の唐橋にて、竜神より申し受けしと言われある、先祖伝来の名株となり、トントントン拍手。はい、結構でございました。